皆さん、こんにちは。もっと女優を続けたかった。この言葉は、女優の田中佳子さんの最後の肉声です。報道によると、2011年4月25日、東京青山葬儀所で営まれた元キャンディーズの田中佳子さんの葬儀、告別式において、出棺前に田中佳子さんが生前残した肉声が公開されました。入院先の病床で、3月29日に録音され、東日本大震災の被災者の方へのメッセージと、キャンディーズのメンバーであるミキさん、ランさんへ、キャンディーズでデビューして以来、本当に長い間お世話になりました。幸せな幸せな人生でした。心の底から感謝しています。特にランさん、ミキさん、ありがとう。二人が大好きでしたと感謝を伝えていました。メッセージの全文は以下の通りです。こんにちは。田中佳子です。今日は3月29日。東日本大震災から2週間が経ちました。被災された皆さんのことを思うと、心が破裂するように痛み、ただただ、亡くなられた方のご冥福をお祈りするばかりです。私も一生懸命、病気と戦ってきましたが、もしかすると負けてしまうかもしれません。でもその時は必ず、天国で被災された方のお役に立ちたいと思います。それが私の務めだと思っています。今日お集まりいただいている皆様にお礼を伝えたくて、このテープに託します。映画にもっと出たかった。テレビでもっと演じたかった。もっともっと女優を続けたかった。お礼の言葉をいつまでも皆さんに伝えたかったのですが、息苦しくなってきました。いつの日か、義妹、夏目雅子のように支えてくださった皆様に社会に少しでも恩返しができるように復活したいと思っています。カズさん、よろしくね。その日まで、さようなら。とか、細い声で、最後の挨拶をしました。喪主を務めた小舘和夫さんは、女優、田中佳子としての第一章は幕を閉じましたが、第二章を本日スタートさせたい。佳子、行きますよ。第二章、シーン1、テイク1、用意とカチンコを祈るように鳴らしたのが印象的でした。キャンディーズのメンバーで、女優の趣里さんの母親としても知られる伊藤蘭さん。蘭ちゃんと呼ばれ人気のアイドルでしたが、絶頂期の1987年に、普通の女の子に戻りたいとしてグループを解散しました。しかし、その後も女優として伊藤蘭さんと田中佳子さんは活躍していましたが、共演はなかったため、二人は仲悪かったのではないかとの声もあるようです。キャンディーズのメンバーとして知られる二人ですが、仲悪かったとの噂は当時からありましたが、結局真相は分かりませんでした。しかし、キャンディーズのセンターを田中佳子さんから伊藤蘭さんに変えた後にヒットしたことなどから想像で仲が悪かったと考える方が多いようです。当時は若い年頃の女の子なので多少の衝突はあったのかもしれませんが、それだけで仲が悪いとまでは言い切れません。伊藤蘭さんと田中佳子さんというより、キャンディーズは藤村美貴さんを加えた3人とも本当に仲が良かったとの情報の方が多くあります。蘭さんがセンターになって妬みや嫉妬はなかったのかとのインタビューに対しても、しっくりきたと答えたとの情報もあり、スーとランの希望でミキをセンターにした楽曲を依頼したこともあるようです。不仲で解散をしたわけではないので、解散後も半年に1回は3人で集まってカラオケや旅行を楽しんでいたようです。キャンディーズ解散後は女優を目指した2人ですが、前述の通り半年に1回は3人で集まっていました。また、伊藤蘭さんと田中佳子さんは女優の道に進みましたが、伊藤蘭さんは女優として活躍する田中佳子さんを尊敬して師のように仰いだそうです。ちなみに、娘の趣里さんも田中佳子さんを目標とする人と挙げているようです。田中佳子さんが乳がんで闘病していた時も、伊藤蘭さんと藤村美貴さんには話していたようで、二人はよくお見舞いに行っていたといいます。このような話を聞くと、キャンディーズは本当に仲の良いグループだったのだと感じます。一方で、女優の伊藤蘭さんのファンだという女性が2チャンネルでキャンディーズについて次のような書き込みを見つけたといいます。キャンディーズは歌番組ではほとんど口パクだった。キャンディーズは所属事務所の
鍋プロの意向で枕営業をさせられていたというものだったそうです。口パクについては全ての歌手が生で歌っていたわけではないでしょう。ただキャンディーズがほとんど口パクだったということについては証拠がありません。枕営業については事実ならショックなことですが、そもそも枕営業は売春ではないから違法ではないし、それに彼女たちだって事務所の意向には逆らえなかったのだからやむを得ないことだったとそのファンは語っています。いわゆる枕営業については他のタレントさんにもいろいろ噂がありますが、もともと芸能界はそんなにクリーンな世界ではないから、そういう時代もあったと言われていることは有名な話です。改めてスーちゃんこと田中佳子さんが亡くなったのは2011年4月21日のことでした。命日には彼女に今も特別な思いを抱く女性がいます。佳子さんは私から父を奪って、そのせいで私はいじめにも遭ってきた。私が小学生の時に放送していた人気ドラマの家なき子に佳子さんも出演していましたが、私は父親に捨てられた家なき子と指を刺されていました。そんな辛い過去を明かすのは立間由子さんです。田中佳子さんの元夫であり、現在は夏目雅子ひまわり基金理事長の小舘和夫氏の前妻の娘です。真由子さんは叔母夏目雅子さんの影響もあり、9歳の時に子役デビューしテレビや映画で活動してきました。1988年に真由子さんが生まれて、小舘氏は真由子さんの母と入籍します。しかし翌1989年に小舘氏は妹夏目雅子さんと友人だった田中佳子さんとの不倫交際が発覚しました。報道が過熱し、1990年に真由子さんは母に連れられて北海道の実家に避難します。すると小舘氏は真由子さんの母と離婚し、スーちゃんと再婚したのです。世間は略奪婚と騒ぎになりました。私は2歳でしたが、テレビのワイドショーに不倫報道での父が映るとパパだと言っていた記憶があります。小学生の時に子役としてすでに芸能活動を始めていた真由子さんでしたが、子役同士ではこんなこともあったそうです。当時はスピードが人気で、空き時間に子役同士でアイドルごっこをしていたんですが、オーディションの設定で私はキャンディーズの曲を歌うように仕向けられました。みんな芸能界の子だから私の境遇を知った上でやらせていたんですと語ります。ただ田中佳子さん本人と初めて会った2008年には真由子さんは20歳になっていました。小舘氏の母であり真由子さんの祖母にあたる末さんの葬式だったそうです。自分なりの覚悟をして会ったのを覚えています。父を奪ったことは事実ですが、大人の事情があり、一人の女性として誰かを愛する権利はある、それを非難してはいけないと思うようになっていましたと当時の心境を語ります。真由子さんは芸能界後押しをしてくれた末さんを慕い、当時流行っていたプリクラを祖母の部屋にもよく貼っていました。しかし数日して再び祖母の部屋に行くとプリクラは1枚残らず剥がされていたそうです。お葬式の時、佳子さんに初めてお会いしたら私に分厚いファイルを渡してくれました。そこにはプリクラや雑誌の切り抜きがきれいに整理されていました。おばあちゃんはいつもあなたのことを考えていたのよと教えてくれたんです。嬉しかった。佳子さんも家族なんだと初めて気づきましたと意外だったと感じたエピソードを語っています。その後田中佳子さんと真由子さんは主にメールでのやり取りを続け、毎年の法事では実際に顔を合わせたそうです。しかし田中佳子さんは約20年にわたる闘病生活の末この世を去ってしまいました。佳子さんが亡くなった時、私の母も泣いていました。母としてはこっちは苦労しているのに向こうは女優さんで綺麗な服を着て美味しいものを食べてと思っていた。でもいろいろな思いがあったけど、死んでしまうとただ悲しいと言っていましたと述べています。田中佳子さんの死の直後、小舘氏が早くも新たな女性と子供と新生活を過ごしている姿を週刊女性が報じました。
さすがに父に切れました。電話で、ふざけんなよ、病気のよしこさんまで泣かしたのかと怒鳴りました。しばらくして父から電話が来て、よしこはお前のことを心配していて、自分が芸能界の母親になってあげたいって言っていたんだよと。よしこさんは自分ができないことを引き継いでほしいと思っていたようなんです。その思いを引き継いでいくことは、この家に生まれた以上やらねばいけないことだなと。許せない存在だったよしこさんを許せるようになっていましたと語ります。彼女は現在歌手として活動中です。大先輩の田中よしこさんも天国から応援しているはずです。いかがだったでしょうか。今回は田中よしこさんのキャンディーズ解散後の様子を見てきました。仲が悪いとの声はありましたが、その後の関係などを知ると2人は仲が良かったことがわかります。現在はソロの歌手として復帰した伊藤蘭さんですが、ステージに立つときはいつも3人で立っている気持ちで臨んでいるようです。2023年の紅白に出場した伊藤蘭さんですが、素敵なパフォーマンスだったと評判でした。天国の田中よしこさんにも届いていることでしょう。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。